ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします。作品は野村古道作銭形平次、捕物控えより父の秘密昭和31年オール読み物1957年銭形平次捕物全集第25巻青空文庫未収録。それでは。 本文が終わ父の秘密第一章親分、いよいよおばさんが旅へ出ることになりましたよ。八五郎がこんなことを言ってきたのは、お月見も近い、ある秋の暑い日でした。当分はしとるもんか。ネズミにしかれねえ用心をしろ。 連れ合いのコツを収めるついでに箱根七湯の湯治場巡りをしてこようというのはおばさんのかねての望みでもあり八五郎といえどもこれは止めようもなかったのですその留守の間向こう柳原のうちは釘付けにしても済むことですが生き物の八五郎は飲まず食わずに待っているわけにもいかず引っ越し三百という工面がつかず 少しばかりの小銭を平地のところへ無心に来た八五郎だったのですところでね親分2日でも3日でも引っ越しとなると握りっこ星は格好がつきません恐れ入りますが上かったよ担当はねえがほれこれだけで間に合わせておきねえおばさんが戻ってくるまで2分もありや餌にありつくだろうはいすみません2分もありやお大名暮らしで 八五郎は財布を押ししいたただきました中はどっしりして一両小判が二枚ぐらいは入っていそうですところで八おめえは行く当てでもあるのか明人下の俺のうちも三人寝じゃあんまり楽じゃねえそれよりおばさんのうちの近くでしばらくおめえが潜っていそうな宿があるが用心棒代わりにそこへ潜っている気はねえか 三度の食事は一前飯屋でも済みますよ今更引っ越す手はねえでしょう。うん惜しいこったな。せっかくいい子がついているのにあの娘は十八かな。もう十九になるかな。待ってくださいよ。娘つきなら娘つきと最初から言ってくださりゃいいのに行きますよ。足が行きますよ。人参化け必死だってびっコだって十九と聞きゃありがてえことに三味線ボりの 小町娘さ江戸は広いなあんないい娘がピチピチ生きているんだから三味線彫りにそんな娘がおるよすか登り出すから達者な男だ実は三味線彫りの古道具屋で梶兵衛というのがあるその娘の小浦というのが明人様下の俺の家へ駆け込んできて親一人娘一人じゃうちが寂しくってかなわねえその上梶兵衛は 有名なイカモン食いで夜分まともには消えらねえから時々は見回ってこれ気のおけねえ古文でもあるなら幸い裏2階も空いていることだし用心棒代わりに止めておいてもいいと本人の口から折り入っての頼みだへえその用心棒は足でも間に合いますかねおめえじゃあ男が良すぎて物騒でかなわねえが当分留守居に行ってみる気やねえか <laughs> それほどでもありませんよそんなことを言いながら八五郎は火事兵衛のうちへ留守に入りましたその間に八五郎のおばさんは長い旅に出て八五郎は山道のどんぐりのように一人ぼっちになりお浦を相手の太平無事な日が続いたのです第2章親分は八五郎が来たのは 8月も押しし詰まってからでした。秋日和は続いて虫の根が茂くなって江戸はこの上もないいい気候ですあじとんだご無沙汰しちゃったねお風呂さんをまだ口説かねえのかいきなりこんなことを言う平治です冗談言っちゃいけねえあの子は口説かせるような隙も見せませんよかなり親しくなって冗談口を聞くがところで 家主の火事兵衛はどうした相変わらず達者か平次は父親の火事兵衛に矛先を向けました達者すぎますよ娘の裏の口添えで兵ったと聞くと最初は口もきかなかったが近頃じゃ晩酌に付き合ったりたまに冗談も言うが恐ろしい昭兵熱心で死の悪口に消えたことはありません五十男の火事兵衛が古着を買ったり 仏像を漁ったり所在に一生懸命な様子も伺われますそれで給料は毎日遅いのか鉄砲るを担いで夜更けの町を歩くわけはありません死と稼ぎをすると豚安筋に顔を出してその死の稼ぎを金にするんだそうで楽じゃありませんねその間おめえは差し向かいでおふらさんと留守をしているのかサルかに合戦から桃太郎の話 てげー話の種を突き出したよ近頃じゃ何をしとるんだ世上の噂から金儲けの話夜あたりの心へエサつきやれおめえは金儲けの話なんかするからかよでもあの子はくどきはしません妙に家庭ところがあってねあんなのは寝るんだってこっちらみてえにただじゃ寝ませんよ親父が消えるまで鎧かぶとに身を固めている 玄太の産着なんて鎧はそれから始まったバカなことは言えところが年頃の娘はよくしたもんであの娘でもにやりとする相手があるおめえでねえことは確かだ玄太の産着をよろっちゃ色っぽい屈折はできねえおっしゃるとおりでおんなじ古かなかい仲間にもとんだ色男があってなんかのはずみで時次郎が来る時ばかりは 心からにやりとしますもっともとも時々やかんざしのたの怪しいサンゴなんかを持ってきてくれるせいかもしれねえ。そのやろはどこに住んでるんだ本人は今度だと言っているがあてになりませんよ。今度はビードロの鏡を持ってくるそうで、半分かけたんだってあら安すくありません。おめえもたて引く気はねえのかとんでもねえ。ビードロの鏡じゃ手に入りません。この恋の恋競争者は、 花から諦めている様子ですでところで梶兵衛はどうだ仕事をしているのか平次はしつこく親父のカジベのことを聞きます八五郎をこんな古道具屋にはめ込んだのも何か理由がなければなりませんおうらはめっぽういい娘ですが親父のカジベは立ち入ったことには口もききませんあんな変な野郎はありませんねあれも。 元太の隙を見せたって口どきはしませんよお重にもなる薄汚ねえ親父だでも庄兵衛は熱心ですねこの間も繁殖を一つ買い出してきて川向こうの工場へ運んだがなんだよそれは半繁殖の割れたのなんか潰しにするほかに使い道はありませんいずれ本所の貸し縁にある工場に持ち込んで頭のかけた地蔵様なんかと一緒に ししにされる口でしょうよ古道具屋の家事兵衛は川向こうの本所に小さい工場を持っていることを平次は初めて聞いたのです「用意のいいことな半繁でも火炎太鼓でも錦の衣でも手当たりしでに買い集めるのが梶兵衛の商兵衛ですよ江戸は広いや時には飛んだものが手に入るそうで八五郎の説明は妙なところへ行き渡ります」。 第3章親分変なことになりましたよ八五郎が飛び込んできたのはそれからまた二三日の後でした八か梶兵衛はどうした平治は秋サビの庭で植木の手入れに4年もありません梶兵衛じゃありませんよあら古道具界に一生懸命だからぶち殺されても死にそうもねえがあの路地の奥で 古金会の時次郎が殺されましたよなんだといい男の時次郎ですよオーラの嘆きは目も当てられねえちょいっと言って見てください八五郎を進めて三味線堀へあった義理もあり平次も一応現場を見ることになりました神田明神から三味線堀まで遠いような近い道ですさあ用のねえもんはどいたどいた八五郎に人払いをさせて平次は 死体のそばに入っていきました場所柄だけに恐ろしい人だかりです火事兵衛の長屋は路地の奥普段はあまり人の来るところではありませんが出入りは裏表にある上に店を持たない火事兵衛にはこれで間に合わないことはありません大物を買い込んだ場合は本所にあるという梶兵衛の仕事場へ持ち込んでそこで解体もし 半生やいものはすぐいつぶしもするのです。死骸は雨どにもたれかかるようにすり落ちて半分縁の下に入り込んでおりました。首へ巻いたのは細い鎖。時次郎は声も立てずに死んだことでしょう。この豆りで縛られてはひとたまりもありません。その上死骸は一尺ばかり引きずってありますが。 そのままに取り捨ててあるのは大きい体を動かす勢いもなくなったのでしょう時次郎は全くいい男のくせになかなかの見事な活腹をしておりますおめえは火事兵衛か平治はそのそばにいる不景気な男に声をかけましたへえ、わしは火事兵衛と申しますつまらない夜渡りをしておりますいかにも貧弱な男です何にも知らなかったのか 平は首筋の豆鎖に手をかけましたどんな仕掛けになっているか鎖はなかなか溶けそうもありませんへえ何にも存じません雲兵べ四つ前に帰りましたが裏口から入ってすぐ寝てしまいましたんでこんなことがあろうとは夢にも存じませんかじべいはぼりぼりと小瓶を書いております見ると南円の下は よく乾いて一つも足跡らしいものはなく死骸の首を巻いた豆鎖のほかには手がかりもなかったのです。